電車でまずさっきイヤホンさしてたんだよ。そしたらイヤホンさしてるのに反応しなくて、何これと思って再起動したらサイドボタン以外何も反応しなくなっちゃっていろいろいじってたらこの画面になっちゃって。あ、いじってた末なの。そう何も動かないのついてで、やべえ動かない連絡取れないと思ってたら30分遅延お疲れ様。本当に土下座、本当にごめんなさい。おもろ。ごめんなさい、私から朝活用させていただいて、直前にやっぱ1時間後でいいって言って、うん、で、30分遅延。うん、分かってんだったらいいよ。寛容だからね、私は。ごめんなさい。面白い。お疲れ様。リングループはもっとあれじゃない、てんてんてんでなるやつじゃないの。頑張って。まずね、本当に素材いっぱい入ってるできた、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 よかった、よかった、ありがとう。雪山からさ人みたいなみんなの応援のおかげだって感謝して。アサイを食べます。いやだ、ちょっとさすがに全国にさらせない変顔。美術のさ、本当だ、やばおもろ。朝早くて大変だね。この時間で早いとかダメすぎじゃない。確かに11時か。この角度がね、一番ね、周りの人が映んないくていいんだよ。場所もバレないし。自分を犠牲にしすぎじゃない。髪の毛を黒くしましたね。いや、ブルーブラック。あ、ブルーブラック。マジで大事。何が違うの。青が入ってるか入ってないからだ。え、でもブルーブラックってブラックのうちに入ると思うんだよね。まあ入るけど、ブルーのうちに入る。若干透明感で。あ、そりゃそう、透明感ある。え、じゃあさ、青にしたんだねって言われるのと黒にしたんだねって言われるのだったらどっちの方がマシ。青にしたんだね。でも逆に人からブルーバックにしたんだねとか、おじさんとかから言われるとなんかちょっと横文字使ってる感じはちょっと嫌かも。じゃあ青黒だったらいいの。え、ちょっと青っぽい黒。ちょっと青っぽい。ルリ色とか。ルリ黒色とか。ルリブラックとか。ねえ、ちょっと嫌かも。この角度さ、これさ、何がいいの。しかも今後ろ人いないから全然これでもいけるしね。青くて緑多すぎない。それのわかる。そう、昨日ね、お母さんとね、なんで日本人は緑のことを青っていうのかっていう話をしてて。確かに信号とかね。そう、信号とかさ、青ではなくて緑なことは分かりきってるわけじゃん、なのに直そうとしないじゃん、なんでっていう。なんかどっちかを統一すればいいのにねっていう。例えば信号の色を青くするとかってお母さんが言ってて、いや信号の色を青くするのはダメなんじゃない、赤と緑が反対の色だからいいんであって、青にするのはダメだから呼び名を緑にすればいいと思うみたいな。エメラルドグリーンじゃない信号って。だから別に青でもよくねっていう。どう思う。どうでもいいって顔してる。どうでもいいけど、でもさ、なんか、エメラルドグリーンを経由するのはちょっとキモいかも。まず、色を変えられない理由は、私的には多分空の色と被るからだと思う。なぜ緑を青っていうのかっていうと、まず長い。緑は3文字。あ、まあ、そうね。確かに。黄色。それ色ついてるやん。木やん。確かに、木か。確かに。日本人的にもう緑も青も一緒なんよ。青山って聞かれてさ、緑想像するやん。うん、確かに青々しいとか言うよ。緑緑しい言わないよね。なんで緑信号なんだ。え、なんで。これで、カカオニブトッピングで、はい、お願いします。はい、じゃんじゃんバリバリ、じゃんじゃんバリバリ。リンゴジュース変更でノーマルです。カカオニブを入れました。入れました。いただきます。いただきます。え、ドキドキ。
うん、あ、めっちゃ豆乳美味しいけどめっちゃ豆乳、確かに。どんな味？食べてみる。いただきます。うん、めっちゃリンゴジュース。うん、いや美味しい。かわいい。こっち実家感かわいい。私はどこの爪が一番好きでしょうか。正解っていい、うん、これマジで、うん、私これ一番やだ、苦手だった。え、なんで一番かわいい。私もこれさ、ミルクバイオレット入ってんの。かわいい。だからブルーブラックとなんか似たようなもん。ミルクバイオレットブラウンとブルーブラックだから。日傘チャンネル解散したかったね。みんな覚えてるかな、日傘チャンネルってなんだっけ。日傘チャンネル覚えてる人はコメント欄まで。覚えてる。チーズのクロワッサン美味しいと思う。でも今食べるより家帰って温めて食べたい。え、そうだよね、普通にそれは思った。私はパンの気分ではなかったので買いませんでした。鮭おにぎりだったら持ってるよパスタがいい。パスタ、これを追加で食べました。今日はこれで終わりです。